ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はね、少し前からネットで話題だったうちわを買ってみました。まだ寒いんですけどね。それがこちら、グッチのうちわ。はい、こちらでございます。ちょっとなんか怖いね。これ正真正銘グッチです。ブランド品のね、グッチですよ。ルイ・ヴィトングッチのグッチがなんとね、うちわを出したんですよ。で、少し前から予約受け付けてて、僕すぐ予約して届きました。さあ開けてみましょう。おお、あ、袋がついてる。あー、そっかそっか、これ手提げ袋なのか。いや、なんかこれフリーメイソンみたいだね。なんかこれ、うわー、いい袋。なんか人にプレゼントするときとかに使えるな。おー、いいね。グッチってでもこういうなんかこうヨーロッパを匂わせるようなおしゃれなイメージじゃないですか。それがね、今回のうちはここに入ってんだな。あ、こっちピンクだ、かわいい。やばいんですよ、僕も実物初めて見ますけど。あ、ちなみにお値段2万8000円です。うちわってタダで配ってたりすんのに。でもね、面白そうだったんであえて買いました。いきますよ。まずじゃあ皆さん想像してくださいね。グッチですからね、グッチのうちわといったら、あんな感じでおしゃれなんだろうなって想像してくださいね。いきますよ、いでよグッチのうちわ。おお、まだある。おおおおおおお、ええ、まだまだ、ちょっと待って。失敗したら折れちまうからな、これ。あーあーあーあ、こん中入ってる。今度こそ行きます。皆さん想像してくださいね、いでよグッチのうちわ。本物ですかこれ。お祭りみたい。これだよ、この箱からの、この袋からのこれ。何が起きたんですかこれは、グッチさん。ただね、実は裏はちょっとおしゃれで、ポーポーポー、そう、フクロウなんだよね。こっちはまあ、あ、なるほどね、確かになんか、なんか高そうっていう感じはするけど、これは何なんだよ、これはカタカナだよ。だから実際細かいとこ見てみると、なかなかね、高級感は出てますね。まず持つ部分にグッチって書いてあります。で、裏面にはうわーみたい。あとこの辺の竹はね、いい雰囲気が出ております。で、ここにはね、日本製メイドインジャパンって書いてある。それではちょっと寒いけど仰いでみます。おう。確かにいい。いいんだけど、これどう見てもこれ祭りだな。もうバーベキューとかでこうやってそうだもん。ああ、もったいないもったいない。ああ。もうなんかうちわよりさ、この袋とかさ、この箱の方がなんか高そうだよね。さっきホームページ見てみたらね、在庫なしってなってたんだよね。もしかしたらこれプレミアつくかもしんないよ。ただね、今こうやって使って思ったのは、ここにさ、英語でグッチって書いてあったらさ、ちょっとこう、何？銀座歩いてるめっちゃ金持ちそうなお姉さんとかじゃなかったら、ちょっといやらしい感じしそうじゃないですか。あ、これ、うん、グッチのうちは、うん、みたいになっちゃいそうじゃないですか。でも、これだったらさ、堂々といけそうだよね。これグッチだよ。違う、偽物じゃないんだよ。これ、ほんとにグッチなんだよ、これは。みたいな感じでさ、なんか楽しくなりそうだよね。で、時にこっちを見せて。結論、2万8000円はやっぱり高い。けど面白かった。Today's Hikakin's Point 80。 あー、大切に大切に。まあ、いつも僕夏はクーラーとか扇風機つけちゃうんですけど、この夏はちょっと省エネでね、地球にも優しく、これでいこうかなと思います。今まで僕の中でグッチってね、めちゃめちゃこうおしゃれなイメージしかなかったんですけど、ちょっとなんか面白くて、さらに好きになりました。このヒカキン TV、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初をブン、じゃんけんポン。バイ。